はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日はですね、四柱推命の、おすすめ本の中でもレイモンド・ローという、方の書いた、ものですね。このレイモンド・ローの書いたものを山際さん、山光喜一さんですね、この方が、翻訳したものの紹介です。でこの本はですね、どういう点に特徴があるかといいますと、四柱推命の原点になった実感十二支、そこを非常にこう大切にしながら読んでいくという、本当に四柱推命の原点中の原点を丹念に、扱った本として知られています。で、まあ、この本はですね、非常に定評がある本で、この実感十二支の大切さを教えてくれるものとして、非常に、尊重されています。レイモンド・ローの、じゃあこちらですね、レイモンド・ローですね、となっています。カタカナでね、書いてあることが多いのはジャッキー・チェンみたいなもんで、この方香港の出なんですよね。ですから、ジャッキー・チェンみたいなもんでカタカナでレイモンド・ローと書くことも多いんですよね。はい、ということで、四柱推命のおすすめ本として、今日はですね、こちらの、本ですね、実践四柱推命鑑定術をご紹介いたしました。ではまたアップいたします。